水古伝水古伝108世一覧表、露地神露地神。月岡義俊、市、露地神乱水高い五大山混合神の図、露地神露地神は、中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古伝の登場人物。天猫星の生まれ変わりで、序列は、梁山泊第十三位の高官。あだ名は、花おしで、花は入れ墨を刺し全身に、入れ墨があったことが由来。 俗名は露達。筋骨竜々とした巨漢で、柳の木を根っこごと引き抜き、すでで三門の尿像をバラバラに粉砕して、しまうほどの怪力の持ち主。獲物は六十二金の禅状。当初は文盲であったが、後に字が読めるようになっている。少々詩では浅いが、義教心に厚く、困っているものを見ると助けずにはいられない性格。また、 同じ諸突盲信タイプの交換である竹松や利益が無関係な人間や弱者にも容赦のないところがあるのに対し、露智信は弱い立場の人間に拳を向けることはなかった。元は翡水系略府の管理だった。師信が師匠の王信を訪ねて訪ねて、異州に立ち寄った際に、師信の死でもあった利忠氏と共に信仰を深めたが、その直後に持ち前の義教心から、 旅芸人の金老屋と金水蓮父子を苦しめる悪徳長者の陳関西、抵当、玄骨散髪で撲殺してしまい逃亡者となる。逃亡中、助けた金父子と再会し、新たに水蓮が目かけとして使えている蝶因外に引き合わされ、その勧めで関権の追求を逃れるために出家を決意する。大施主である蝶の口利きで入門した仏門の 名山である五代山の長老の知心に見込まれて、師匠自らの一時を取った知心という戒名を授かる。しかし、露知心は二度禁酒の戒を破り、泥酔して寺に改良を暴れしたため、知心長老はやむなく破門し、兄弟弟子の地清善寺がいる東京海夫婦の大正国寺を紹介した。この際に下を授けている。海夫婦に向かう道中で、 十日村の麓の昭屋の竜の娘と無理やり修言をあげようとした十日山の山賊となった理忠、周通を懲らしめ、河原漢字の胸賊である生鉄物、蔡道成と非天野社級小仏たちを偶然再会した死神の助立ちを得て倒している。海夫婦の大小国寺では、再演の番人を命ぜられ、着任早々野菜泥棒たちを叩きのめして逆に射程にしてしまい、 さらに、金軍の共闘を務めていた林中と、意気統合し、義兄弟のちぎりをかわす。ところが、義弟、林中が、無実の罪で流罪となり、途中殺されそうになるとこれを助けたため、再び逃亡生活に入る。道中であった陽師、幼子、宗忠氏と二流さんにこもっていた盗賊らを倒し、そのまま狩猟に収まる。その後、竹松、世音、長生、 孫自上らを仲間に加え、たびたび官軍を尻け誠意を誇ったが、古遠釈が討伐に来た際に両山泊に援軍を頼み、その高領山泊に加わった。両山泊では、不評軍の統領として、たびたび活躍し、江南の放浪討伐では放浪を捉える主君を挙げた。この後公衆六和寺に滞在中に、戦闘校に潮が逆流する音を聞く。露地心は、 師匠から授けられた言葉に思い当たり自身の指揮を知り、一室にこもって悟りを開き入学した。ありがとうございます。